ません。大丈夫ですか？スピードは規定内でした。だからブレーキも間に合った。あなたは悪くありません。行って大丈夫ですよ。すみません。気をつけてくださいね。視覚的に交通事故が起きやすくなっているので。中学生でも事故に遭うことがあるかも。すみません。気をつけます。ありがとうございます。どこにいるんだろう、この人は。もしもし、おばあちゃん？どうした？うん。大丈夫。ちゃんとやれてるって。アパートのことは心配しないで。うん。まずは元気になることが先決だから。うんうん。任せて。じゃあね。はい。よし。頑張らないと。続いては特集です。特集はあさってに投開票日を迎えます市長選挙です。もうすぐ次の市長選か。市長選挙に立候補したのは次何出てくるの。じゃあアルマンドのレッド。上からアルバムのレントいただきました。ありがとうございます。よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー、はいはいはい、ダメだな、キヨコ。俺を一番にしといって言ってる間に相変わらず高い先入れやがんね。育てねえとな、マジで。お前も太ってくいな。以上一人だけど、ワンス。ああ、あの派手な女か。お前は顔がいいんだから。もっと頑張れよ。いつまでもヘルプやってんじゃねえぞ。これ書き心地いいな。タイパスよりも。だよな。
あいつ嫌なやつだな。おう、お疲れ様です。牛丼5つ買ってきてくれ。札幌で頼むわ。じゃあな。マジかよ。男なら誰しも一度は強い男に憧れる。俺は中学生の時にある不良漫画を読んだのがきっかけだった。その漫画の主人公はバカだけどすごく仲間思いで、友達のピンチにはどんなことがあっても駆けつける友情に熱いやつだった。喧嘩はバカ強いのに少しエッチ、そういうギャップにも俺は憧れた。だけど、俺は弱かった。力も、そして心も。主人公になれなかった俺は、だけど不良の道からも抜け出せず、気がつけばこうしてヤクザの下っ端みたいなことをしていた。あの時の不良漫画で一番嫌いだった連中に俺は今成り下がっている。そんな自分がたまらなく嫌いだ。すいません、お待たせしました。せーなー。